しっかりと縫い付けたい時の縫い方です。まずは本返し縫い。一つ飛ばしたところに後ろから針を入れます。しっかりと糸の部分を持って抜いてください。で、最初のところに針を入れたら一つ飛ばして針を出します。ここをしっかり握るのを忘れないでください。これで一つ目の縫い目ができました。最初の縫い目に返ったら一つ飛ばして向こうの縫い目に出す。前の縫い目に返ったら一つ飛ばして向こうの縫い目に出す。これを繰り返します。縫い目が連なって見えるのが本返し縫いです。裏はこんな風になっています。糸端はハサミで切っておきましょう。次は半返し縫いです。本返し縫いと同じように一つ飛ばしたところから針を出します。そうしたら一つ戻って裏側に、今度針を出すのは二つ先のところに出します。裏に長く糸が渡ります。そして半分だけ返してまた2つ向こうに出します。これを繰り返します。半分返して2つ向こうに。縫い目は並縫いと同じように見えますが、裏返すとこんな風に糸が渡っています。縫う場所に合わせて縫い方を変えていきましょう。